あ、こんばんちは。ちゃんまつ .com です。今回は、プラレール以外にも、言えるのですが、捨てる、ということについて、話したいと思います。子供が、いらないと言った、プラレールを、捨てる、という行為を、非常に残念に、思います。確かに、買い足していくと、たくさんの収納スペースを取ります。そして、子供が、興味を示さなくなったら、ゴミとして出しても、仕方ないようにも思えます。でも、捨てないでください。え？でも邪魔なんだけど。そう思う人が、たくさんいると思います。捨てる前に、やってほしいことがあります。それは、誰かにあげることです。近所に、プラレールにハマっている子供に、渡すと、ゴミも出さないし、もらった人は、とても嬉しいです。え？でも、そんな気がするんだけど。そう思う人も、たくさんいると思います。そんな時は、オークションに出しましょう。プラレールは人気商品なので、意外と、高値で売れていきます。そして、一番、換金率が高いと言えます。次に、フリーマーケットです。プラレール以外にも不必要なものが、意外と売れます。またリサイクルショップに、プラレールを買い取ってもらうということも、できます。物は減るし、売れたら、お金にもなり、とてもおすすめです。え？でも、サインペンやクレヨンで落書きがあるし、電池入れても、動かないんだけど。確かにそうですね。汚れがひどかったり、動かなかったりすると、リサイクルショップでは、間違いなく買い取ってくれません。しかし、それでも捨てないでください。今は、汚れを落とす裏技がたくさんネットに転がっています。身近なもので、きれいにすることもできます。また、動かない、割れている、不足しているというものでも、きれいというだけで、買ってくれる、マニアもいます。以上、捨てるという行為は、誰も得をしないし、ゴミは増えるし、無能な行為だと、思えてきませんか？プラレールにとどまらず、捨てるという行為を、一度、考えてみてはどうでしょうか？